神道は中華民国のミニ政党、中国大陸との再統一を強く主張している。神道全国委員会1993年、李登記総統の独立志向に反発した立法委員を中心に結成。国民党や無党団結連盟とともに中国再統一を主張する広志蘭連盟に属し、 大陸との経済統合による大中派な経済圏を主張し、連盟の中でも中台統一には特に積極的である。主席を務める育史の部名は、胡金党や習近平と会見するなど、中国共産党と太いパイプを持つ。2013年には右翼の中華統一促進党から左翼の台湾労働党までの党派を結集させた。 促進中華民族は平等一政治団体連合会議を開き、元中華民国陸軍軍艦学校校長、大輔会主任で、新党顧問の元歴能が議長を務めて、共同声明が発表された。2017年12月に、台湾当局は、中国の国務院台湾事務弁公室から資金援助されていたとして、複数の新党幹部に捜査と身柄拘束を行って、 中国当局と新党はこれに反発した。中国大陸に近く、福建省に属する金門権、連邦権及び台北市以外の地域での支持は低い。2009年にインターネット上で本省人を差別していたことが露見して新党所属の立法委員が辞任する事件が起きており、これを受けて台湾では台北人を天竜人と呼ぶことが流行した。 台北市などの地方議会で議席を持つも、1995年の第3回中華民国立法院選挙から2004年の第6回中華民国立法院選挙まで台湾立法院に議席を獲得していたが、2008年の第7回立法院選挙からは国政で議席を確保できていない。ありがとうございます。